どうもみなさんこんにちは。今日は新発売のこちらマニュアルレンズです。セブンアルティザンズの50ミ、mm、リ F1.05 です。<music> このレンズニコン Z。 ソニー、e、それからキャノン eos r 三タイプあります最近アマゾンでも販売が開始されたようなので製品リンクこの動画の説明欄に書いておきますで今回私はこのレンズを aps-c カメラのニコン z 50と組み合わせて使っていくのでこの後ご覧いただくサンプル写真は3 5ミ、mm、リ換算でだいたい7 5ミリぐらいのものとなります f 1.05って相当明るいレンズなので注目している方も多いんじゃないかなと思います ちょっとサンプル写真を撮ってきたので、まずはね、先入観なしにざっとご覧いただきたいと思います。ちなみに今日のサンプル写真は RAW 撮影して Lightroom で仕上げたものです。それではご覧ください。 第一印象どうでしたかまずこのレンズを使ってみて私が気が付いた特徴を話していきます。全体的な写りっていうのか描写についての印象なんですけどオールドレンズで撮ったようなソフトな柔らかめのタッチです。 今時の開放からキレッキレにシャープですっていうようなレンズを使い慣れていると最初ちょっと物足りなく感じるかもしれないです私は普段現像の時にコントラストをちょっと弱くしてソフトな感じに仕上げることが多いのでこのレンズのソフトな写りについては好印象でしたそれから逆光のシーンで使うと かななりりっとしたヘイジーな感じに映りますどのレンズを使っても大なり小なり逆光の時ってそういう傾向あると思うんですけどこのレンズの場合はその傾向が結構強めだと思いますそれからこのフォーカスリングなんですけど円形写真を撮るからと思って突き当たりまでぐるりと回してしまうと どこにもピントが合っていないボケボケの写真が撮れちゃってました円形の写真を撮るときにもこの無限円マークとこのメートルの M って書いてあるこの狭い12ミ、mm、リぐらいの間のところに合わせないといけないんですね回し切っちゃいけないっていうのを気をつけないといけないのがちょっと面倒くさいかなと思います でそれから操作性についてなんですけどこれカメラ構えた時に手前にフォーカスリングでレンズ先端側にアパチャーリングなんですよ。私が普段フジフィルムのレンズを使い慣れているっていう性もあるんですけどこのリングの位置は逆の方が使いやすいなっていうのは思いました。 アパチャーリングの滑りがめちゃめちちゃゃスムーズなんですよカチカチっていうクリック感のない無段階調節なのでピント合わせをしている最中に人差し指がこのアパチャーリングに触れちゃって気が付いたらアパチャーリングもずれちゃっているっていうのが何回もありました。 レンズ外観はというとすっきりとしているし質感も良くて見た目がかっこいいレンズですね。外側の素材は金属で重厚感のある感じです。重さ 606g です。持った感じずっしりしています。で一番気になる F1.05 から実用で使えるのかっていうところです。ちょっとわかりやすいように新聞の文字を撮影してテストしてみました。 このレンズ最短撮影距離が57センチなんですけど、だいたい60センチぐらいなところに三脚を設置して撮影してみました。これ f1.05 です。結構ねぼやっとした感じです。 これカメラのモニターを拡大表示させてピントを合わせて撮りましたぼやっとした感じに撮れたので私のピント合わせが下手くそなのかなと思って何枚も撮り直ししたんですけど同じような結果ばっかりだったということでね F1.05 の実力はこんな感じなんだと思いますで次 F1.4 ですねこれもまだまだ甘いっていう感じですねで次 F2 です これねさっきまでよりはちょっとマシなんですけどもうあと一歩といった感じですね。で次 F2.8 ここでだいぶくっきりはっきり映ってますね。この結果を見る限りでは実用は F2.8 ぐらいからということになると思います。次4.0これももちろん大丈夫です。 でこのレンズ次のメモリ表示が F8 なんですよ。ということで次の写真は F8 です。これもいい感じですね。すっきりくっきり写っています。で次 F16 です。 私、この新聞文字の撮影テストをサンプル写真を撮りに行った後にやったんですよ。最初にやっていうのが F1.05 のレンズということで開放で使ってみたいっていうのがあってサンプル撮影の最初の方をずっとね F1.05 とか F1.4 とかでトライしてたんですよ。 カメラのモニターでライブ映像を拡大してピントを合わせてシャッターを押してたんですけどいざ撮れてくる写真といえばなんだかちょっとぼやーっとしていて何枚撮り直してもなんかぼやけた写真しか撮れないなぁと思ってやっぱり薄いピントを合わせるのマニュアルって 難しいなっってていう,ふうに思ってたんですねで帰ってきてからこの新聞のテストをしてあそういうことかって分かりました開放付近では改造が甘くなるっていうそういうレンズなんですねということで実用は F2.8 ぐららいいいからと思った方がいいですね、まあ、あえてそのぼんやり感ふんわり感を出したいというのであれば、まあ、F2 から F2.8 の間ぐらいでも使えると思います 一応円形写真でもテストししてみました。建物のラインとかアンテナ類を見てると分かりやすいんですけどやっぱりこれもねビシッと映るのは F2.8 からでした。 F2.8 以降は結構しっかり写ります。この写真ちょっと拡大してみます。こんな感じで細かい葉脈までしっかり写ってますよね。でこちらは前ボケを入れてみたんですけど、ボケの感じも自然ですよね。で背景のボケなんですけど背景のボケ方もいい感じだと思います。 で、次玉ボケの形状チェックです。街中のライトでテストしてみました。あの手持ちで撮影したので、同じ位置から撮影したものではないです。まず、分かりやすいように拡大して見てみましょう。 ボケの形状は滑らかな丸ではないですね。カクッとした感じがあります。ちょっと順番に見ていきます。で、次、全体像で見てみます。 こうやって全体像で見てみても滑らかな曲線じゃないっていうのは分かりますね。 でさっきも言ったんですけど全体的にソフトななな描写ののでで植物の撮影とかかに向いいてるかもしれないですねこのヒマワリとかイチョウの葉っぱ、まあ、こういう植物ってシャープすぎる写りよりもちょっと柔らかい写りの方が雰囲気合いますよね。 あと人間の肌の写りって気になると思うんですけどマニュアルレンズで自撮りでポートレートってね結構難しいんですよなので私の手を撮影してみましたそれから結構いい雰囲気になるなと思ったのが夜の街中のライトの撮影です。 柔らかい描写なのでピントが合っていてもちょっとねマイルドな写りになるんですよライトの柔らかさを表現してくれるなと思いました今回サンプル撮影で取り歩いてみての印象がまあ、描写がレトロっぽいっていうのか最初にも言った通りオールドレンズっぽい写りなんですねなのであえてこういう描写を好む人のためのレンズなのかなっていうふうに思いました ということで今日はここまでです。動画の内容を気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。<music>